はい、こんばんは、高菜です。今回はですね、昨日に引き続き、CWL エリート15の方からですね、全開解説をしていこうと思うんですが、まあ、こちらですね、先週のものになりまして、まあ、ちょっとね、まあ、時間が経ってしまっているんですが、見ていこうと思います。まずですね、天才スパネクですね。青チョコくんの天才スパネクは、まあ、いつも非常に綺麗だという話を結構しているんですが、こちらもですね、かなりいいアタックでしたね。はい。で、まあ、スパネクはですね、広い区画に非常に強いという話も、まあ、以前もしたと思うんですが、やっぱりこういうね、まあ、IT と投石とか、まあ、投石とイーグルとか、IT とイーグルとかみたいな、こういうなんか2施設以上の重要施設が、一つの広い区画にね、あるような配置って結構見かけると思うんですが、そういう配置ね、スパネクがめちゃくちゃ刺さります。はい。で、ホールを最後にしたりしても、スパネクっていうのは全然ね、耐久力が高くて、全然死なないので、こんな形でですね、ホールを最後にしても全く問題なく全開が取れること、取れるということで、まあ、これしかも初見なんですけども、初見からね、こういった攻めた、攻撃をまあやっていくことができまして、スパネクに関してもこれね、全く死んでいないですよね。はい。まあ、このスパネクって言ったらね、本当に非常に強い。昨日上げた動画でもね、スパネクがね、強いという話をしたんですが、最近はですね、ゼクスのトロ上げ勢がね、スパネクでトロ上げをし始めていて、まあ、本当に強いのかなと思って見ているんですけど、まあ、結構取れていて、でもね、多分ね、本人たちはスパネクが強いって言ってるんですけど、もう、やってる人たちが上手いだけなんじゃないのかみたいな感じにもね、ちょっと思えているんですけど、はい。まあ、でも、それをね、加味したとしても、このスパネクってユニットはね、非常に強いですね、はい。で、続いてですね、まあ、これ自分なんですけど、まあ、これ誰でも取れそうな配置なんで、あんまり解説いらないと思うんですが、まあ、ホールを1層開ければ食い火で折れるという、まあ、ずさんな配置ですね。ホールね、これ1マス奥にしていれば結構また話も違ってくるかなと思うんですが、あとはですね、もうここを食い火つなぎ目開けてって、まあ、あと反対側ライダー流しとけば、まあ、取れるかなと、言ったとこで、やっぱり最近ね、クイヒライダーばっかですね、どこのクランも。まあ僕も使ってるんですけど、まあ他のクランも大体クイヒライダーが多いかなといったところで、まあここまでね、クイヒライダーばっかだと、まあどうなんですかね、なんか戦術がね、偏ってしまって、またクイヒライダーかみたいな感じでちょっとね、あんまり面白くないかもしれないんですが、まあレジェンドとかもね、この編成ね、結構強いんで、まあまだクイヒライダー挑戦したことないよって人はね、やってみた方がいいかなと思います。まあ、他の戦術よりよっぽど全開取りやすいかなとは思うんですけどね。はい。やっぱりね、ホールを取るだけで結構取れたりもしますしね。はい。で、続いての青チョコくんの2本目の攻めなんですが、これレベル1ライダーということで、まあ、ライダーが上がっていないというとこなんですが、ライダーちょい出しでイーグル4を最初に削ってしまうと。で、ヒーローでイーグル4を取っても、あんまりアドが取れなかったりする場合に、こういうちょい出しのライダーでイーグルを取るっていうのが結構有効ですね。イーグル区画に対空砲がなかったり、あと対空クロスがなかったりすると、こういう出し方をされて狙われてしまうので、これはね、配置を作るときに気をつけた方がいいかなといったところですね。はい。で、ホールとシングル IT がある配置。これですね、花火編成にめちゃくちゃ弱いといったところで、これ最近流行りのスパガゴクローンですね。まあこれは、英語ではなんていうのかな、この戦術。まだそんなに流行ってないのかもしれないんですが、この戦術ね、日本では結構ね、知られているかと思うんですが、かなり強いですね、見ていて。サラチ率もめちゃくちゃ高いですし、はい、今僕もやっていきたいという話をするのも、これ4回目ぐらいかなと思うんですが、まだ僕はね、この戦術に挑戦できておりません。はい。まあ、ちょっとね、時間がね、全然取れないんですよね。はい。自分の練習とかにね、あまり時間が取れていなくて、はい。まあ、いろいろね、世界大会がもう近づいているということで、忙しいんですが、はい。で、続いての、リプレイですね。こちらもマルチ陣。エリート15って、マルチ陣使ってる人ばっかなんですよね、相手。まあ、僕もマルチ陣使うこともあるんですが、もちろん。まあ、そうですね。やっぱり対戦、2回攻めの対戦でマルチ陣って、まあ、どうやって守ろうとしてるのかなって思っちゃいますし、まあ、レジェンドリーグ攻めるのと、2回攻めの対戦で配置が同じようなのであれば、レジェンドリーグやってれば、もうそれでいいじゃないかって話もなってしまうんでね。はい、難しいとこなんですが、ここですね、ウォールブレイカーで開けていこうとしたんですが、投石にやられてしまうと。で、ここを開けていれば、タウンホールまで食い火で見れて、相当余裕で全開取れるんですが、まあ、タウンホールが折れないといったところで、飛行船に切り替えて、ホールを飛行船で狙っていきます。で、ただここトルネードがあって、まあ、めんどくさいですね。はい。で、フリーズを、一回耐えて、レイジでホールを落とすと。で、あとはですね、まあ、ロイちゃんで、まあ、フリーズを打っていって、なんとかすればいいかなといったところで、
まあ、フォールを基本的にね、クヒーライダーはね、取りたいといったところですね。はい。まあ、なんですが、まあ、取れなかった場合は飛行船に切り替えて、レイジでフォールを落とせばいいかなといったところですね。はい。うん。まあ、クヒーが事故ってもリカバリーが効きやすくて、非常に扱いやすい戦術かなというふうに思っています。続いての配置ですね。こちらですね。HT ファミリーの配置だったかな、確か。イレブンオリジナルだったかな、どっかちょっと忘れました。HT ファミリーの配置だったと思いますね。はい。こちらの配置は、まあ、イーグル砲がですね、簡単に取れる位置にありますので、まずイーグル砲をスーサイドしていきます。で、あとはですね、各ヒーローを展開していって、この大工を、ロイちゃんの能力で壊せるのが非常にでかいですね。はい。で、ヒーローをここまで伸ばしていくと。まあ、これでも村の半分がだいたいヒーローだけで、まあ、壊せてしまったかなといったところなんですが、まあ、ドラゴンをですね、ここからですね、展開していくんですが、普通ね、まあ、普通の人はですね、3次側からドラを展開して、ホールを飛行船で取るんですが、森尾くんはなんとホールをドラゴンドとして、しかもホールでトームを打たないといったところで、まあ、これね、ホールの爆破の範囲が普通になんかドラゴンに被らないということを判断してやったと思うんですが、ここでトーム打つ。まあ、こんだけのドラゴンにね、ここでトーム打たれたら、まあ、ひとたまりもないんですが、あとはですね、まあ、フリーズとかもありますので、これはですね、呪文を適切に使っていけば全開かなと、言ったところで、まあ、ホールでですね、必ずしもトーム打たれば、これはあまり真似しない方がいいかなと思うんですが、まあ、必ずホールを飛行船で取らないといけないわけでもなく、ドラゴンでホールを落とすっていう選択肢も、まあ、選択肢の一つとして持っていれば、まあ、よりですね、視野が広がっていいんじゃないかなというふうにも思います。うん、で続いて、ザワザワですね。はい、ザーチンって名前なんですけど、最近ですね、ゼックス の e スポーツサーバーではザワザワって呼ばれてますね。はい、まあ、なんか呼びやすいからだと思うんですが、まあ、僕はですね、これ呼び方気に入ってるんですけど、はい。で、まあ、雑談はさておき、まあ、こちらはね、ドラゴン戦術なんですが、まあ、イーグル砲がね、とにかく簡単に取れるときはイーグル砲を簡単に取りましょう。はい、イーグルスーサイであとドラのルートを見つければ勝ちみたいな感じなんで、まあ、クイヒーが苦手な人はこういうドララ系、ドラドラ、ドラゴンラッシュにドラゴンライダーを混ぜると、だいたい6対6体とか7対5体とかそういう、配分でやれば結構いいと思うんですけれども、ホールをですね、だいたい裏凸で壊していきます。ホールの反対からドラ、ホールにトームと裏凸ですね。で、あとはですね、バット使うなりヒール使うなり天才使うなりなんかしていけば全開が取れると、いったところで、これですね、ちょっとウィズ島がですね、残念ながら残っていまして、やられてしまうんですが、残りのライダーと、最初に出したはずのクイーンがなぜかまだ生き残っているということで、圧倒的な全開と、まあ、やっぱりですね、配置を作るときはイーグル砲をね、とにかくね、簡単に落とされないような配置作りを心がけていけば、まあ、より防衛しやすいのかなというふうにも、思います。はい。で、続いては、みやびさんですね。こちらはかなり全開、全開じゃなくて、かなり余裕がある全開でしたね。はい。こちらもですね、やはりイーグル砲が、ちょっとね、まあ、外側にあるということで、イーグル砲に、でも、ババキンがいるんで、あんまりスーサイドとかやっても伸びないんですよ。で、そういう場合って、イーグル側からドラすればいいんですよね。で、やっぱり、イーグル側に安いが向いていないと、イーグル側からのドラがやりやすいといったところで、ホールに裏凸をしていって、真ん中はですね、今回ヒールを焚いていきます。で、あとはですね、真ん中さえ壊してしまえばロイちゃん回していけばかなり止まらないかなといったところで、援軍のラバとかも出てきているんですが、タゲがないの、防衛施設のタゲがないのであまり関係ないですね。はい。で、あとはですね、このままロイちゃんで押し切って全開といったところですが、まあ、呪文と、クイーンの能力が余っていまして、こちらかなり余裕がある全開だったかなというふうに、思います。はい。ナイスアレでした。やっぱりね、ドラゴンラッシュ系がね、使えるのとね、使えないのかね、使えないのではかなり違ってくるんですが、クイヒーライダーか、このドラドラか、どっちかはね、使えないと現環境ちょっと生き残るのは難しいのかなというふうに感じています。はい。続いてなんですが、これはですね、イーグル砲がまたしても簡単にスーサイドできる、位置なんですが、まあこれはですね、スーサイドするのではなく、ライダーちょい出しで、イーグル砲を落として援軍を釣っていくと。これ援軍釣り出しがね、非常に美味しいですね。ラバストとかだと釣りやすいですね。アチャ対応とかだったら釣りきれない可能性があるんですが、ラバストの場合非常にこのやり方有効ですね。はい。で、あとドラやって、真ん中突投げて、ホールの裏で、花火ですね。はい。はい、花火。で、ホールの、後ろがなんか空洞になっている配置。
こういうなんかダミー区画とかがある配置は、この花火がめちゃくちゃ刺さるっていう話を、聞きましたね。はい。まあ、こんな感じでホールを花火で壊してしまえば、あとはですね、ドラが、ポイズン効果とかにも入ることなく、まあ、まっすぐ進んでくれて全開と。いったところで、こちらもですね、クイーンのクロークが残っていて、かなり余裕がある全開かなと思います。うん、まあ、この花火編成ね、見てるとね、めちゃくちゃ全開率が高いんで、本当に強い編成なんだなと思います。はい。で、続いて、ワドくんですね。僕の全開も動画に上げてくださいよって言われたんで、まあ、上げておこうかなというふうに、思います。まあ、これもですね、回廊なんですけど、まあ、レジやってる人なら、こういう配置は、まあ、結構簡単に取れるのかなというふうに思います。はい。で、まあ、ホールに大体とつなげて、取れなかったら、まあ、ドラとかで押し切ってドラいっぱいいるとこにヒール打って、イーグル砲をなるべく早く落とせるようにして、あとはですねヒーローで押し切るっていったのが、まあ、このドラドラの回廊の取り方なんですけども、まあ、そうですね、真ん中にクロスとか固まってるとやっぱりもうクロスさえ壊せばロイちゃんが止まらないし、四つ角に対空があると、まあ、やっぱりドラゴン系の戦術にも良くなりますし、まあ、そうですね、まあ、対戦で回廊を出してる人もなかなかね今はもう見なくなったかなとも思うんですが、まあ、まだ出てくることもあるので、まあ、そういった時はやっぱりこういうドラドラがかなり刺さりやすいかなと思います。まあ、ドラドラやりにくかったらトツイズドラとかの選択肢があれば回廊は簡単に攻略できるのかなといったところですね。はい。で、続いて、アルトリアさんなんですが、こちらはですね、クイヒライダー、もうとにかくクイヒライダーはマジで強すぎる戦術なんで、はい、まあ、なんなんですかね、あの配置とか作って耐久テストを出してもだいたいクイヒライダーで全部全開されるんで、まあ難しいんですけど、はい、まあそうですね、ライダーってね25枠だと思うんですけど、30枠が多分ねバランス的にちょうどいいかなといったような、印象ですね。はい。ライダーね5体持ってかれるこれ強すぎるんで、まあ4体ぐらいしか持ってけないようなあれにした方がねいいかなと思います。はい。強すぎるんでね。はい。でこれはですねババキンでホールオールプランなんですが、これですねかなりギリギリですね。はい。危なかったんですが、まあインビジを使ったりしてなんとかババキンでホールを追っていくと。やっぱりねババキンでホールオールプランね僕はね、あんまりやらないようにしているんですけど、まあ、トルネとかリクスケとかテスラうわーって置かれてるとやっぱりね事故ってしまうんでね。はい。そこだけはちょっと難点なんですが、これに関しては問題なく折れたということで、あとはですね、ロケバルなどを使って対空砲のケアをして、あとはですね、ロイちゃんで、ブーメラン投げて終わりですね。はい。まあ、このようにライダーを5体出していても、まあ、これ1,2,3,4,5で1体も死んでないのかな、まあ、最初に出したユニットは1体も死なないとおかしいんですよね。やっぱりこれ強すぎますよねこの戦術。はい。はい。で、まあ、今週も圧勝ということなんですが、これですね相手がですねなぜかタウンホール13をラインナップに加えていまして、まあ、誰か移動しなかったりしたのかな、まあ、そういうトラブルがあったんだと思うんですが、まあ、エリート15の方もこれですねちゃんとプレーオフに進出できそうなので、まあ、あと優勝できるかどうかといったところで、非常に楽しみですね。はい。まあ、今回はですねこれで以上になりますので、次はですね 5V の実況とかを、まあ、上げていこうかなというふうに思っています。以上です。ご視聴ありがとうございました。